ジュリアちょっとなんか服装的にエッチじゃないじゃん。ザンギくらいエッチじゃないと。はっ。ああ気持ちいい。のー威力やべえ。3発で死んだ。やってた。いやーもうやだ。忘れてた。これがザンギエフだ。手のひらでこうしてもいいこれ。あ、できるわ、これ。俺、これでやるわ。いや、腰痛いよ。まあ、多分、ぎっくりじゃない。ベッドから起き上がるときと、寝返りがマジで辛すぎて、死にそうな思いしてたから起き上がってるって。まあ、日々な。ところどころ、腰の違和感あるんだよな。いつも。高身長ゆえのって感じだな。そもそも俺、洗面台とかキッチンとかも、めっちゃしんどいし。そういえばね、パッド出しましたわ、ヒットボックス。武器職人に託しました。代わりのもの、授けられました。まな板みたいな、薄いやつ。なんか、お前らね、疲れるなと思ったんだけど、軽すぎるのもちょっとね、あれなんかなと思った、ちょっと。結構俺、膝の上に乗せてやってんだけど、多分ある程度重さないと安定しないかもって思った。ちょっと軽いのもいいんだけどね。あとボタンが多分これなんかロープロファイルのめっちゃ反応早いやつ多分使ってると思うんだけど、なんかね全然技出ねえのと、あとヒットボックスがね、俺上優先でやってたんだけど、デフォルトでなんかアップデートしても全然できなくて、上優先切り方が。でこっち上優先切れてるんですよ。マジで出ない。マジで出ないっていうか、ジャンプ出ねえ、これ。ニュートラルになっちゃう。上押すと。これね、最悪。マジで。これヒットボックスね、うんちっすね。マジで。デフォルトそれにしろって感じ。最悪だわ、これ。これで慣れたから全然ジャンプできないし、終わってんだけど。最初から上優先になれたかった。最悪。みっともねえ、この重ねできてないやつ。ふい。ふい。ああ、うん。あ、そうだよね。ソシックス一番可愛い女の子、やっぱキャーミーか。ロス度で言ったらキャーミーだよね。これこんだけ体力リードあってもな、相手 CA とかあったらひくり返してるな。ジュリはちょっとなんか服装的にエッチじゃないじゃん。ザンギくらいエッチじゃないと。うれ、うん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 、シュッからのインパクト。これは、ザンギから習った。気持ちいい、マジで。これ、画面端持ってった時、クソ気持ちいいんだけど。画面端持ってく性能が一番高いのって、やっぱ剣。剣気持ちよさそうだな、毎回。画面端なんだろうな。画面端行ってる時、マジ気持ちいいわ。このゲーム。今だって間に合ってないか。早すぎだろマジで。早すぎだろマジで。対空。うわマジマクション出てる。あ、マジか。もう一回お願いします。ダメでした。あなた許された。もう一回お願いします。これでバーンアウトじゃん、バーンアウトじゃん。これも一回パシパシからのあれじゃん。これ売れとくんのかな。はっ。いやー、何この遅らせ CA。 マジか、俺ガード入れてたのに今解いちゃった。うざすぎ。こいつ深いわ。うぜー、マジかよ。深すぎる。うぜえ、解いちゃったよ。俺攻撃切れちゃった今。遅らせ SA だと。マジかよ。
は？バーンアウトした時点で君は確定なのだよ。気持ちいいわ。あ、気持ちいい。スト6楽しい。コンボ全然わかんないけど、やっぱ勝った時楽しいわ。マジか、でもあいつやるな。遅らせ CA みたいなやつ、マジうざすぎる。これがザンギ流 DJ。 あ、こいつ対空出るやつ。何？なんで俺が投げ入れたのに。何？なあ！威力やべえ。3発で死んだ。江崎。これはどうかな？これはどうかな？これはどうかな？やべ、やっちゃった。これはどうかな？これはどうかな？よし。江崎返せねえかよ、お前。何のことばっか考えてっからだよ。バッター、これはどう？あー、それはダメだよ。やっぱ見てから返さないとダメ。これはどうかな。やべ、やべ、ちょ待って、やばい、ごめん江崎。許してくれ。高校での弾だよ、忘れてんか江崎。からの、おい、リニアなんだな、これ。まあ、こんなもんよ。じゃあ、俺、育ててあげてんだよね。インパクト返せるために。試してんだよ。やろ、体育出る。うわ、マジか、今できねえか。おい。おい。え、だけ、インパクト返せないと。ダメよ。これ絶対投げられるじゃん、このストスクール。やるね、やるわ。これが江崎な。え、ここ入り込めるんだ、ここ。なんだよ。うわ、長すぎ。ダメ、使った。ダメだ、負けちゃう。やばい、コンボが繋がらん。やってた。いやー、もうやだ、忘れてた。これがザンギエフだ。やるじゃねえか江崎。お互いに成長してまた会おう。次はお前がインパクト返せると。俺の課題は体育だな。あ、やべ、やっちゃった。うぃ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 、疲れたな、ちょっと。課題は、まあ、ソバットからの SA3 はもう変わらずなんですけど、ちょっと
出せません。これは多分1日じゃ無理なんで、ソバットからの SA3、 これは引き続きインパクト後は大パンチ、違うわ、マシンガンアッパー強からのあれでいいけど、多分 SA1 と SA2 の選択肢が増えるともう少し戦い方が、 SA2 あれでいいって言ってたよ、あのどうやって起動するんだっけ、そもそもそっからなんだけど、おしっぱでいいって言ったおー伝わる、あ待って、全押しできない俺、どうやって押そうこれね、この手のひらでこう押してもいい、これ全押しできてるこれ。それね、薬指短すぎて今日のとこが全部押せないんだけど、あできるわこれ、俺これでやる、これでやるわちょ無理だ俺、できねえからこれでいく、手のひら戦法ね。このオーディスクルーはどう、オーディソバット、そうなんだよこれ、借り物だからさ、あんまり強くってできねえわ、しかもこれなんかもう売り切れてて買えないらしい、すんごくないこれ、見てこの細さ、薄型テレビより細いよ。でもね、なんか膝の上でやってみると、これ多分ね、机の上用だと思う。やっぱ膝の上はね、もう少し重りあった方がいいような気がする。軽すぎる、すごいこれ。わかんない。なんて言ってたっけな。なんかこれ、何も書いてない。マイクロ XL って書いてんな。XL でこのサイズって。M とかだったらどうなんのこれ。いいっすよ。めっちゃ軽いっすわ、これ。オフラインとか行く人だったらこういうのも持つ人もいそう。重いからね、ヒットボックスマジで重いから。